お、ゆっくりゆっくり。お久しぶりです。お久しぶりです。いろいろいたのに入場料無料だよ。キリンを見た。めっちゃ可愛い。たけちゃん、おかえり。あ、ピコリンチョさんのよき。よき。コリンチョさんと TikTok コラボしようね。私今日ね、あの TikTok、とりあえず、3日間連続でやらないとできないじゃないですか。コラボ。なので、くるくんとコラボするために3日間連続で頑張ります。一人で今日。なんか動物園で食べたのか、トヨタのアイス、ジェラート食べました。ジェラートと、たこ焼き。太陽は英語で3。いらっしゃい。ドラゴンに大名さんいらっしゃい。1、2の3。なんか3を活用した人がいっぱい来た。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 TikTok 俺もフォローできるよ。どういうこと？俺もフォローできるよ。とりあえず今夜のリクルを感じ
や、ちょっと一人怖いんでね、誰かに。私も仲良くしてくださってるライバーさん、瀬戸っちさんがね、明日で映画出演権をかけた戦い最終日なので、みんな行ってみてね。瀬戸っちだよ、瀬戸っちって調べて、超可愛いから。瀬戸っち来たよ、瀬戸っち来たよ、瀬戸っち来たわ。国にしゃべった、なんか可愛くない？ボールじゃねえ、これ。なんか私そんな長くない方が可愛いのかな、もしかして。え、これめっちゃ可愛くない？髪をストレートアイロンでまっすぐにして
サラサラロングになります。です。はい、僕はですよ。何ですか。え、でもオブも可愛いでしょ。みんなオブが好きなの。オブがいないんですか。全然喋れない。声が出ない。始まると。染める予定はないかなって感じ。黒髪で自分の良さを引き立てたい。ありがとう。Thank you.
すごい、この曲のとこに来るねって。あと、わかりました、来てくれてありがとうございます、またね。よくは黒髪とってもいいやん、黒髪は大丈夫。いや、なんかカラコンしない方がさ、漏れるんだよね、私。この前カラコンつけてたんだけど、なんかって感じ。なんかね、めっちゃ頑張ってメイクをスタッフに限って全然漏れないって感じ。後ろ髪がくってて、毛先が肩から出てきたらもう最高。どういうこと？どういうことお風呂のやつ、いいね。お風呂って何？でも多分私ね、雑にくくってちょっとなんか髪の毛こう手みたいなのはないと思う。なんか髪の毛強いし、量多いし、だからスピンに、あ、そんな感じ、こんな感じ、あんま分かんないな。スピンに黒髪の女性は、きっと目が緑とかなので、そうなの、緑がいいな。クーに N ついたしよ、ありがとう、50コイン。あー、いる、クーちゃん、違うか、クーちゃんじゃない、後ろではっか作る感じで来るんよ。後ろではっか作る感じ、周りの好きな感じだから、ビリビリ後ろではっか作ってくる、後ろではっか作ってくる、どういうこと、わかんない。だよね、クーちゃんだよね久しぶり、あれ久しぶりだよね、全然なんか会ってなかったような気がする。久しぶりだよね、気づきました、よかった、違う人じゃなくてめっちゃご無沙汰だね。久しぶり、元気だったか。よかったらね、新しい動画上げても、あ、上げてねこのイベントの動画上げてないから、ちょっとガチ上げはできないんですけど、後で動画上げるので、とりあえず CF で CF 上げてくれたら嬉しいです。簡単に言うと、おお、わかんねえな。ドブテンの土産は買ってないです、買ってないですよ。ゆるくん、右に見えないありがとう、スパ、はい、ありがとう。ゆるくんとの話に TikTok できるように、私も頑張る、3回に行くかね、これ頑張ります。めちゃありがとう、ありがとう、ありがとう、私ゆるー、伝わらなくて笑う。クーちゃん、クーちゃん、シーフありがとう、クー、クー、口上げないっす、口くいないから、すごくで、あ、来たね、ありがとうね。なんか見たことあるなと思った、6月1日により九死なんだ。こうして、こうして、なんかお団子っぽい感じかな、なんか痛い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 、こんな感じ、
さん。この髪型意外と可愛い。毎日これで行こうかな。あーそうそう、こんな感じ。可愛い可愛い可愛いって言って、みんな可愛いって言って。最近自己肯定感がねめっちゃ下がってるから、そうそう、ここが世界一可愛いよって。とか抜いちゃったのでかいんですけれどもなんで暗いところにしてるの。暗いところだとより定がね引き立つんですよ。なんか明るくすると、なんか微妙だなってなっちゃうんです。ちょっと明るくしてみますね。はい、微妙じゃないですか。なんか暗い方が可愛くない？すいません。めっちゃ綺麗、最高なのよ。ほんとちょっと見てて。眉毛前からそうだったっけ、どうだったっけ。前は割と明るいとこでやって、これがいい。ほんとほんと、あ、こんな感じっていうか、うちに愛してやった、ありがとうございます。本当に一番だよね。それな、マジやっちゃーん、やったー、うまっ、うまっ、うまっ。暗いと見えるのがええんかな。首の音普通に練習いっぱいしてる。こんな人に言ってんじゃないな。本当にその子だけ。なんで好きなのか分からんけど、めっちゃ好きなの。なるほどね。あ、でもこの髪型可愛いよね。めっちゃ可愛い。明日大学でこれしていこう。持って。お小遣いはもらえませんでした。もらえなかったけど、あれ食べたい、これ食べたいって言ったやつは全部買ってくれた。もういいよ、しゃあないなって。久しぶりにパパのカレーを食べました。美味しかったです。僕はいいです。あ、キクちゃん久しぶりに来てくれた、ありがとうね。ちょっとだけ楽しかったです。またね、またね、またね、ありがとね、しようとか。こっちだけ上がったんだよな。見て16位にまで上がった。めっちゃありがとうっていうのわかるな。何個に入れる、バイバイ、ありがとう。やべ、ちょっと行きありがとう、行きありがとう。マジ 500K が際立ってんだよな。ピンクっていうのがいいね。私も早くないんだよ。ゆうちゃんの枠ちょっとだけお邪魔したんで浮上はできなかったけど、うー、誰誰、浮上ができなかった、終わる理由で。そうそうそう、そうなの。そうなの。なんかね、気まずくて浮上できなかった。
でも2時間稼いだら100件やって500件になる。なります、なります、絶対になります。しんさん、やるさい、こんばんは。よかったコメントを用意して、ちょっとこと仲良くなりましょう。コメントしようとって、こっそりって何ですか？こっそりって何ですか？いっぱい話しよう、ポジ。バレんねん。当たり前やろ。汗をポチ、飛びに入ってもありがとね、いつもいつも。一応帰り、いつもありがとう、いつもありがとう。朝日朝日、うわぁ。あ、そっか、なんか言ってたな。できん。
と居座れ居座れ居座る感じでちょっと縛っただけ。かわいい来るか原始王のゴーゴージャ死ぬその子ちゃん雰囲気変わったってね。以上ちょっとこの髪型が好きなとか言ってちょっとやってみた。かわいい、うん、今後は大切にと最近あっこっち帰ってめっちゃ嬉しかった。かわいいよく見てて忙しいな忙しい頑張ってね。いろいろすごいサボーに伸びてる背中に伸びてる。この近さはちょっとよっちゃーん彼は毎回こうやってる。セトッチといえばセトッチはね明日で最終日なんでよかった。セトッチに報告してちょっとでも応援しないとね。ピンチでございます。ただ今一個も投票されてないよね。よかったら皆さん余裕があればインスタに飛んでお願いしますのところから投票してくれたら嬉しいです。とりあえず10位以内に入ればなんとかなるかもしれないかもしれないって感じ。投票っていうのはインスタグラム、私のインスタグラム飛んでもらってそうインスタのお願いしますからのリンク飛んでもらってそっからちょっとお金かかっちゃうんですけど投票してくれたら嬉しいなって感じ。投票してくれたらあ、そうなんか投票してくれたらなんかいや、さあこの誰にも送ったことない自撮りをなんかメッセージ動画やろうかな。やっちゃおうかな。なんか先入ってあれだよね。結構投票いっぱいしてくれた。いや他の人と被ってるんやな。推しが他にいるってこと？そういうこと？そういうことか。まあでも、まあでも、なるほどね。ただこの他に推しがいるってことですね。見てていけないと。まあ仕方ないよね。それは若いわ。推しの人に笑うと。笑うことちゃうねん。こちらはちょっと悲しいねん。おいしゃらしいですね。ラブさん、いらっしゃい。
メントフルしててね。ガチャでは同じイベントで被らないようにしてんのよ。どういうこと？今回の人数多いよね。50人くらいいるよね。そう、50人くらいいる。そっちで被っちゃったんだ。そっち応援したらいいよ。全然そこは全然いいし、なんか投票のやつやらなくてももしかしたら推薦でいけるかもしれないので、いけなかったらいけなかったそうだ。なんかさ、周りの頑張れてる人多いのにさ、このなんか何からすればいいのかって感じで、最近ちょっと鬱気味だし、なんかなかなか頑張りたくても頑張れなくてね、悲しくなってくるよ。なんかそんなにね、そう、なんかもしかしたら推薦で今入ってるプロダクションの事務所から推薦もらえて、もうなんかそのまま飛び級で面接もせずに行けそう。一緒にコラボしたくて、でもなかなか3回連続でやらないとできないらしくて、だからやろうかなって感じ。3回連続で行った人で8時50分で、今夜は終了します。終了します。行きますよ。推しやねん、推しやねん。推しいっぱいいるな。うん、ちょっと人なそうそう、好きな髪型してくれるもんな。そうやね。お風呂上がってからもこれにしよう。マックのためにありがとう。8時50分までの手なので競技で抜けないでも。お風呂着いたかな。お風呂上がってるといいな。ちょろいからね、俺ダメだよ、サダコだけにちょろかったのに。みんなにちょろいのダメだよ。よっちゃんもよっちゃんも、なんかもう感謝と発毎回言ってくれるね。ほっとする顔してる。私だけ愛せばいいのにな。なんで他の推し作っちゃうんだろう。こんな気持ちがつけてないから全然違うでしょ。本当だよ。サダコ一番前にしろ、せめて。エネ的にちゃうの、サダコに。やっちゃんはサダコだけじゃないのはもう分かってるから。毎日24時間寝てくれる。24時間は死にます。さすが、何やってくれないと。サダコのせいですか、それ。
ッチマッチョリとかサルコ配信してないけど YouTube 見てください。マジキョッチャンそれ確か20本かきついなきついな。君島より君島の方がいいんだけどさダメよちゃん、君島より君島の方がなんか ふわっとしてていいなと思って、コメント盛り上げ学位だからただそうなの、君島だと思ってた。君島どう食べる大好き君島さだ帰るの君島さだまで違う、君島さだなんかふわっとしてて可愛い。あきらさんいらっしゃい、とコメント付随していただくと仲良くなりましょう。こんばんは。何にしてもそれが可愛い。どう思う？アイドル。貞子だけに言ってね。他の人に言っちゃダメだよ。分かった？あと2分で終了なのでよかった。今日ゲロの6分。今日ゲロの声やったらまずお願いします。今日配信で1000人目標にする TikTok フォロワー。アンジェル、年齢が微妙、年齢が微妙と言いますと、やっぱ高校生あれかな、それとも幼すぎる、私の老いすぎてるどっちだ。貞子の分は貞子にしか言わんやん。それはいや貞子の分じゃん。いやいいだろ、中澤優子は20代だったし。まあね、人間は関係ない。え、でも13歳くらいからチェインしてるの多いから。なるほど。まあどうなるかは全然わかんないけどさ、まあそれぞれだから別に年齢は気にしないかなって感じ。とりあえず何でもやってみなよ。そうだよね、何でもやってみるのがいい。そうします。できそうだったらやってみます。はい、さあ、あと1分なので、あと1分なので、ちょっと言ってもずっとずっとこれ20ってか、どうなんだ。お笑いやろうと思ってたらなんか痛いんだけど。イケメン嫌なやつ、イケメンないよ、イケメンない。ただこれずっと寄り添ってくれて、イケメン。マー君我見てそれなちょっと今度さ配信してお笑いやってみてよ。さあこれ見に行く。さて50分なんです。チョコンチョコンしてきます。あれ、ムービーとこで、ムービー出してんのなんか、ムービーを出してん、え、見に行きたい。ちょっと終わったらちょっと見るねコメントするね時間だったとこ、また後でね。大好きです。
風呂で寝ます、ね、多分みんな入ってるから今こ怖くてもう隅っこの方で洗ってモノマネジムだね。見てみます、見てみます。10時10時